うわー、ハンバーガーだ。いただきます。で、なんだこれ。食べれない。で、なんだこれ。はい、24時間ポップイット生活の始まりだ。はい、ポップイット生活が始まりました。最初のミッションです。はい、なんだ。同じ形のポップイットを探せ。わー、同じ形のポップイット行くよ、早速。はい、トキちゃんが正解。さっくんとハーちゃんで対決。よし、スタート。なんだこの子のニックネームはキュウにします。どこにあるキュウ。さっくんの勝利。はい、朝ごはん。じゃあ1位のハーちゃん間違えた。はい、1位です。違う、間違えた。ください。1位のトキちゃんには、はい、はい、どうぞ。おー、たくさん入ってる。じゃあ、たっくん、はい、お召し上がれ。いいですか。あと、おお。で、ね、2位で塩むすびか。はるちゃん、これも美味しいよ。なんだ。ししゃもおんしらす。これでやっと完成するもんだって。確かに、じゃあ、ちょうだい。じゃあ、ちょうだい。じゃあ、俺は。あ、やったね。いただきます。いただきます。うまっ。おいっしょ。うん、マジで。え、もう終わっちゃう。まあ、早っ。次だ。12時になったよ。12時だ。いっぱいポップイットあるから、私にバレずに身につけてください。バレずに身につけてください。できた。できた。できた。何か一周回って入りそうだよね、こういうの。はーい、はい、じゃあ、の番。何も変なとこないよな、キウイ。あるよ、あるよ。キウイ、キウイ増えすぎ、キウイ増えすぎ。あるよ、あるよ。ないよ。トイキングだね。うん、ダーさんとお揃いにしてみた。それでも私のかぶりたいな。じゃあ、ナーさんに渡したほうがいいか。でもナーさんさ、これを機にコイキングじゃない。私はコイキングだった。あー、コイキングだ。あれ、あれ、なんだ。なんもないよ。なんだこれは。あー、でかバカでかじゃん、しかもバカでか。なんで隠し持ってるんだよ。ダルマッカさん、緑あったっけ。なんか持ってんのかな、ダルマッカさん。え、持ってるの見たい。見る。ほら、うん、見た。あー、あー、あー、早っ。あー、もう明らかにそれ。明らかにそれ。これえ、なんかそんな立ち方してたっけ。いつもこういうポーズ、うん、ちょっとなんかさ、足踏みしてもらったりもして。あ、エルポケとかちょっと踊る。確かに。ねえ、ルカン、僕たち。いや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 、女じゃないよ。おかしいぞ。さあ、ゆき紫じゃん、どう見ても。ああ、足首が変色してる。足首が、なんとブレスレット型のそれですね。ブレスレット型のそれだ。それだ。たっくん、どう。なんもない。なんもない、うん、こことかめっちゃでかいもん。確かに。ここね。うん、誰が。ないよ、ほらね、キウイ、ほら。あ、キウイだ。あ、おい、おい、やめろ。おい、それは今、特にやめろ、今、特に。あ、あれ、なんかやつやってあげよう。おい、キウイ、こんなの。え、あー、あー、2個もある。一周してみて、その場で。いいよ。え、ない。え、ない。と、トキちゃん。はい。トキちゃん。これはトキちゃんか、果たして。トキちゃん、メガネかけてたっけ。今日はちょっとおしゃれだから、メガネかけて。見えてる、それ。ちょっとこうやってやったら見える。こうやって。メガネのせいで耳つぶれてきた。右耳。痛いんだよね、これ。もう、これは最初から違う。これは、おしゃれなスリッパ履いてるね。さっきのハーちゃんみたいに、うん、斜めに立ってみて。え、ちょっと嘘、うん、健康サンダルみたいなこと。健康サンダルだ。確かになんか逆健康サンダル的な。あああああああ、なんだこれは。もうないよね。もうないね。え、もうちょっと。もうないね、ビヨーン。
いや、カバンカバン、ほら何も入ってないよ、カバンだけ持ってるの。ポップイットとみなします。あー、ダメだ、ダメだった。なんと、バレなかったものがあるぞ。あるぞ、あるぜ。おい、マジでどうした。あるよ。まずこれ、なぜかバレなかったでかいやつ1個、そしておお、服についてました。でも結果2個、2個。え、ちょっとトキちゃん聞こう。おしい、うん、おしゃーと、じゃじゃーん。さあ、やっぱちょっと大きい派手なもので注意をそらしたのです。でも1個、1個。さっきくんは、俺はでも考えることは同じですわ。お、ここに1個よっ。1個、2個、3個、4個、5個、10、10個。やだー、嘘でしょ。さすがにバレるかなと思いつつ、まあ、モリモリにしてたんだけど、うん、見事にバレなかったから。いや、全然気づかなかった。おい、あんた、ここのポップイットを出せ。あ、そうね、ここの子はね、誰がポケモンリーグの委員長やね。あ、はい、お昼ご飯。はい、お昼ご飯、くるくるすな俺の給与。私が全く見つけられなかったタック。はい。すごいぞ。なんだ。うわ。すごい。何これ。五目のあんかけの焼きそばだこれ。うわ、近い。近い近い近い。二個隠してきた。はっちゃん。はい。はっちゃん。ワンタンスープ。最高。いいね。中華感ある。はい。ラストはトキちゃん。ああ、これはおなじみのカニカマじゃん。カニカマだ。はい。次のミッション。はい。なんだこれ。やめろお前。透明のプチプチと絵の具を使ってオリジナルポップイットを作ろう。わー、なるほどね。いい感じですか。いい感じですよ。いい感じ。やっぱこうやってやってくんだね、これ。これでもみんなもできるね。ね、楽しいね。これみんなもやってほしいね。そう、簡単ですよ、こうやって。で、この丸いところにこうくるくるってやればもう塗れるから。うんうんうん。もう今の時点でも3人とも個性が出てるね。おお。はい、完成お楽しみに。はい、はい、はい。3人ともできたかな。できました。なあさん、なんでそんなポップイットつけてんの。どうしたのそれ。みんながポップイットで遊んでるからさ、うん、ポップイットいっぱいした。かわいい。かわいい。はい、じゃあはーちゃんから。はい、私のオリジナルポップイットこちら。でてー、はい、かわいい。かわいい。映えとるじゃん。これいいね。めちゃくちゃ覚えとるやん。めちゃくちゃ覚えてる。映えとるにしました。かわいい。いや、これすごいや。はい、じゃあ次僕ですね。ちょっと乾かしてたんで持ってきますね。わ、こちら。おー、あー、アンノーン。これアンノーンの何。これ T。 うわー、やっぱタックンだから T。 俺なんかよく分かってないよね、ポップイットって何なのみたいな。押すおもちゃなんかいろいろできるよ、よく分かんねえやって。ずっと俺分かんない分かんないだから、うん、そうそうそう、かかってるんだ。そういうこと。あ、いいね、うん、いいね。ポケモンなんだ、うん、いいね。なんだ、なに、王さんの顔とか。あ、スラムマンペイスター、こちら。え、なにこれ。あ、なんだ、うわ、全部モンスターポーズ。やばー。なんかあんの。ほんとはもうこれいっぱいに埋め尽くそうと思ったんだけど、うんうん、こんなんなっちゃう。この一個一個がやっぱ、なんかモンスターボールに見えたから、うん、まあ確かに、はい、それがすごいよね。3つから選ぶの難しい、こんな。じゃあ1位から発表します。はい、はい、はーちゃん。わーい。ダメダメダメ。あ、9位。ダメ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 。なんか似てるって言ってるわ。うわー、これ。そう、キウイも褒めてくれたけど、うんうん、ナイトライが伝わってきた。あー、うー、じゃあ2位ね。うー、トキちゃん。トキちゃん、やったー。タックもね、そんな悪いことないよ、うん。3位とかじゃない、なんだろう、みんな1位って感じのやつ。はい、じゃあ1位から順にプレゼントで、プレゼントこちら。うん、はい、どうぞ。なるほど、はい、また次は、あ、間違えた。で、やった。間違え、はい、たっくん。あ、どうして。ちょっと取ろうとすな。あ、いつか使う時が来るから、お楽しみに。怖っ。みんなミッションの時間です。ミッションです。なんだって。みんな道具持ってるよね、うん、道具道具。あー、そう、これ。じゃあその道具を使ってポップイットの的を一番多くこうプチプチできた人の勝ち。おーい。
そういうこと。じゃあ、はーちゃんから。はい。でもさ、6発しかないんだよ。全部当たったとしても6個。いくぜ。うわ、押せた。押せてない。ちょっと上手い。やっこまだ。あ、でも押せた。押せてないよ。全部元気。ゼロでございます。ああ、ダメだ。届くかな。20秒。あ、20秒。スタート。届く？届くこれ。あ、届く。押せ。押せ。押せた。むしろ逆。あ、確かに。あ、ダメだ。押せない。5、4、3、2、1。よーい、はスタート。うわ、ギリ届かねえ。よし、いくな。1個、2個、3個。わ、5、4、すごい。3、2、1。ズルー。さっくんの記録7個。イエーイ、すごい。最強だ。ちょってかさ、サイの道具が一番強い。確かに俺、無理だ。だってさ、ほら、一瞬だもん、これ。ダジャンって。ほら、確かに。あー、なるほどね。そう。ありがとう。器用やん。あ、もしかして。あ、もしかして合体技もしかしてですね。あー、トキちゃんが2。あー、おやつ持ってくるね。あー、はい、おやつ持ってきたよ。おやつ。おやつだ。やめろ、入れた、ここに。ヨタクは、はい、ケーキ持ってきたよ。やばー、ケーキだー。16層のミルクレープ。あらららららら、あー、うまい。じゃあ次、トキちゃん。はい、トキ、トキちゃんの大好物。あー、わ、ラムネさんだ。やったー、母ちゃんね、こちら。あー、美味しそう。お、美味しいよ、チロルチョコは。大事に食べて。はい、はい。18時です。はい、18時は夜ご飯を食べてください。大事だよ。確かに俺もね、割と満足してる。あぶね、飛ばされる。ポップイット、ポップイット、ポップポップイット、ポップポップポップポッピング。なんだよこれね。はい、ホッピング。ホッピング。そうはならんやろ。持ってきたから。え、うわ、ホッピングじゃん。懐かしい、翔太の家にあったんだよ。誰よ。ホッピング対決。なるほど。そう、はい、準備できたかな。はい、いくぞ。はい、よーい、スタート。よし。あー、あぶね。はい、勝敗はつきました。つきました。誰だ誰だ、分からんぞ。こういうおもちゃみたいになってる。うん、なんか違う使い方でやつ。そう、ドリルの下工事現場だ。持ってきた。おっしゃ、ご飯だ。うちだとたっくんにはこちら。はい、わ、カツ丼じゃん。トキちゃんとキウイ。あ、うん、シェフ、キウイのものもある。キウイももらえた。いいの。わーい、お、豚汁と、うん、なんだろう、これは。なんだろう。わー、でかー、コロッケみたいな。カレーパンじゃない、それ。カレーパン。あー、出た、カレーパン。カレーパンだ。はい、はーちゃん。あ、もうさらっと。あー、茶色。全体的に茶色。ウインナー、シシャモ、いなり寿司。はぁ、ちょっとボリューム増え。まあ、朝よりはね。今日最後のミッション。あ、もう疲れたもん。ねえ、もう眠いよ。一人一つずつこちらです。あ、なんだこれ。なんか、すごい。バラやん。全部出しちゃって。おーい。あー、もうなんとなく読めたよ、これ。これや。これでこれやん。もうそういうことやん。そういうこと。はい。私が制限時間内に、私が制限時間内に皆さん作る、これ制限時間内にできた人は全員お風呂入れます。入りたい、入りたい。じゃあ早速数えるよ。はい、スタート。イエイ。いや、ちょっとね、パズルとかね、あんまり得意じゃないんでね、私。うん、テトリスは得意なんだよ、割と。いや、嘘だよ。え、なんでみんな進み方全然違う。そう。あっ、来た。ダメよ。奇跡。あー、やばー。嘘、奇跡、すごい。嘘やー。嘘だ。出来上がったー。やばー。あったでしょ。すごい。やばやばい。やばい
残り少ないよ。やばいじゃん。絶対に入れないもん。あ、本当だ。あ、こうじゃん。いけるじゃん。お、いける。お、できた。ちょっと待った。あ、え、いけちゃった。できちゃった。できちゃった。できちゃった。みんなその時間内にクリアできたから、3人とも風呂入れる。やった。はい、朝8時です。お、とっくん。もうね、6時半に起きてた。早起きだね。ちょっと起きなさいよ。なんだ起きたー。それできないでしょあんた。ちょっとなんだ。さあ歩くのめんどくさいのか。おはよう。おはようございます。8時で朝ごはんかけてミッションです。はい、っしゃい。おはよう、ポップイットDIY のお時間がやってきました。おはようポップイット DIY。 思い思いのものを作ってください。あ、はいはい、なるほどね。あとはもう働かせるぞ。わかった。みんなお疲れ様。はい、できた。できました。今回はトキちゃんから見ていこうかな。はい、私が作ったこちら、うん、じゃじゃーん。ちょっとリンゴの帽子、キウイの帽子ね。はい、これただ乗っけてるだけじゃないんや。これちょっとちゃんとこのチェーンで落ちないようになってます、うん、すげえ。これだけじゃなくてです、ね、なんだ、うん、じゃーん。あー、かわいらしい。かわいいな。かわいい。俺のもかわいいよね。俺のめちゃくちゃかわいい。かわいい。いやもう本当にめちゃくちゃめちゃくちゃかわいい。ジェイ、これ結構登場するじゃん、ジェイ。いつもなんかこう黒でかわいそうだなって思ってたの、なんか地味で、だからカラフルにしてあげた。あ、ダメだよ、押したら。あ、押したら押しまいじゃない。押したら戻んないんだよこれ。一回きりなんだ、ジェイ。本当だ、全部押すじゃん。ジェイを彩ってみました。はい、はい、私なんだ、なんだ、皆さん今日何日。23日。ポチ、23日は木曜日。あ、そういうカレンダー的な。すごいだろう。え、なんカレンダーです。何日かわかるね。何日かわかるよ、うん、ちゃんと下にね、月火水木金土日って書いてあるし、うん、あ、ポップイット何個だろう。あ、1、2、3、まあ10個しか数えられないってなるけど、これだったら31まで数えられるからね、うんうん、32以上来たらもう積むやん。数は32以上ない。じゃあ13日の金曜日、13日は、うん、13日は土曜日です。土曜日だ。13日は土曜日だ。じゃあもう土曜日、うん、毎月土曜日。え、やば、これそうだよね、今気づいた、うん、そうだよ、これ多分変わるけどね。バカじゃん、これはないな。カレンダー決めました。あ、はい、第1位、うー、トキちゃん。トキちゃん、うー、じゃあ第2位ね。うん、第2位。第2位になっちゃったね。タック、デイデイ、はーちゃんの、うん、みんな、え、そんな感じだったじゃん、うん、はーちゃんが出した時、うん、私は心の中で、え、めっちゃいいじゃんって思った。23日は木曜日。あ、そういうカレンダー的な。だけど、もう一月しか使えないってことが分かったから、大結果。うわー、言わなきゃよかった。じゃあ1位の人から朝ごはん持ってくるね。朝ごはんたち、じゃあ1位のトキちゃんから。はい、おいしいパン。パンだー。え、クロワッサン、サンドイッチみたいになってる、ベーコンとかの。うわー、でかー。さっくん、はい、マカロニサラダー。わー、でもでかい、もらえるだけに。ありがとう。なんか毎回ハーちゃんにこれ渡してる気がする。確かに。あれ、おいしい。あれ、繰り返してる、うん、うわ、昨日繰り返してますが、と思ったけど、朝にぴったしな卵焼きが追加されました。追加されました。まあいいね、ありがとう。最後のミッションがあると聞いてきた。聞いてきたな。マジか。あ、ずっと遊んでんだよ、向こうの昨日の的で。3人揃った。揃ったよ。ラストミッションは罰ゲームの回避権をかけて戦ってもらいます。罰ゲーム何？教えなーい。教えなーい。どんだけだったよね。教えなーい。何のミッションかというと、後ろに貼ってあるポップイット、はい、裏に回避券が2枚だけあります。2枚だけ。そう、危ないから早い本勝ち。やば。よーい、スタート。絶対にこれだ。
ない。これ。これだ。ない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 。ない。ナナさんが隠しそうなやつ。絶対恐竜だ。ない。これ違う。本当にない。ない。あ、ね、お、はい。あ、あ、ちょっとゲット。どこから。え、嘘。かわいい。きしゃ。かい。かい。あーちゃんゲット。海賊だぞ。怖くない。怖くない。タッくんには罰ゲーム頑張ってます。なんだ本当に怖い。罰ゲームのお時間です。さあ罰ゲームは王さんにお電話かけていただきます。バカだよー。お電話の回ね。大好き。ちょっとマジで王さんとは多分一番ないかもそんな。はっきりで話すみたいな。みんなないよ。あるだら、特にないないないポケカ一緒にやる、いつも電話してあげる。でも私は王さんと喋るとポテト食べられちゃうからポテト泥棒だ。もうじゃあその真相聞こう。じゃあもし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 起きたてすか。いや、編集してんじゃん。もしかして寝坊した、うん、してないよそれリアルなやつなでもあれだってナーさんが今朝王さんの顔パンパンだって言ってたよなんか言わないでよ目も腫れてたのに固くなに寝坊してないって言い張ったって。いや起きてはいたのよマジで、うんうん、起きてはいた起きてはいけたけど顔はパンパンだったなるほどね。痛かったな。え、じゃあさ王さん、あの知らず知らずにさトキちゃんのポテトバクバク食ってたのあれポテト泥棒の真相ちょっと、うん、ロケの帰りだったんですよ。そうだね。でもね王さんはちょっともうあんま食べ過ぎると翌日に、うん、まあ、胃がもたれるからっつってやっぱ、うん、ポテトはいらないって、うん、ね、頼んだんだけど、うん、トキちゃんはポテトのセットを頼むんですよ、うん、はい、でトキちゃんとなんかいろいろ話してるうちに気がついたらトキちゃんのポテトを、うん、あ一緒に食べてた。それ罪の意識なかったってことですよね。いや違うんだよ、もう無意識でやっちゃってるってことはさ一番やばいやつですよそれは本当に。いやだからポテトと一緒に食べなきゃいけないっていう体になってるからやっぱそのあの戒めです。はい、確かに。じゃあこれをあの35万人のみんなの前で、戒めを。いやマジでいらないよなこのエピソード。マジで本当に。じゃあちょっとこのまま締めてもらっていいですか。ポテト泥棒さん動画をってこと。はい、ってことで王さんポテト食べたらダメだよ。ちゃんと、毎回注文してねと思った方高評価チャンネル登録よろしくお願いします。今日は私じゃないんだ。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイバイバーイバイバーイ。ポケルン TV のイベントを開催するよ。詳しくはこの動画の概要欄をチェックしてね。みんなに会えるの楽しみにしてるよ。せーの、待ってるよ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ポッチャマだったので